モンゴルのボルガブルガール侵攻は1223年に始まったモンゴルによるボルガブルガールへの侵攻。この時はモンゴルを退けたボルガブルガールであったが1236年のバトゥによる西製軍による攻撃では主要都市を破壊され大打撃を受けた。ボルガブルガールがモンゴル人の軍団と遭遇したのは1223年のことであった。 スブ隊を呼び、ジェベの率いるモンゴル帝国軍は、ホラズムを出て、カフカスを迂回し、キプチャク草原に入って5月31日のカルカカ藩の戦いで、ルーシ諸国とキプチャクの連合軍を大敗させた。この時点で、チンギス藩の軍は、負け知らずであった。彼らは軍隊をボルガ川を遡ったところにある、ボルガブルガールへと派遣した。 しかしその年の秋、ボルガブルガール南部のケルネクで、ボルガブルガールは、モンゴル軍を大敗させた。ブルガールの王、ガブドゥラー・チェルビル率いる軍は、モルドビン人の大やけであるプレシオを呼び、プルガスの軍と連合し、スブタイ軍を待ち伏せして、散々に打ち破ったという。この戦いについては、ブルガールの交渉による部分が多く、戦いの実際や被害については、 不明な点も多い。この戦いの後、モンゴル軍は中央アジアに戻り、ブルガールには戻らなかった。1229年、モンゴル軍は、ククダイとブベデの指揮の下再びブルガールに侵攻してきた。この戦いでは、ウラル川のブルガールの前哨を破って、ウラル上流の渓谷を占領している。1232年には、モンゴル騎兵軍が、 バシキリア南東部を征服し、ボルガブルガールの南部をも手に入れた。1235年、ハンガリーのドミニコ開拓初修道士ユリアヌスは、東方の故郷に残ったとされるマジャール人を探すため、ウラル山脈方面へと旅に出て、トゥルク経由牧民ブルガール人が、ボルガ川中流域に建てた国家ボルガブルガールに、たどり着いた。彼は、 ボルガブルガールの首都から数日の場所にマジャール人らしき人々がいると教えられ、その人々と相会話がかろうじて通じることを確認したという。マジャールの故郷を確認したユリアヌスは、タタールという東方の恐ろしい民族の噂を聞きながらハンガリーへ戻った。この危機にあたり内戦を続けていたボルガブルガールの武将や首長たちは、 共通の敵に対して、連合を組むことに失敗していた。そこへ1236年の大規模侵攻が起こる。バトヒキいるヨーロッパ遠征軍が、イリ渓谷を出てまず、ボルガブルガールに襲いかかり、首都、ビリアルに45日間にわたる工場戦を展開、これを陥落させ、市民数万と守備軍を全員に処刑した。さらにブルガール、スアル、 ジュケタウをはじめ、主だった都市や要塞を陥落させた。住民の多くは殺されるか奴隷に売られていった。ブルガールの武将たちは次々とモンゴル軍に基準した。ユリアヌスは、前回の訪問から2年後の1237年に、ボルガブルガールを再訪した。しかし、その時にはすでに廃墟しか残っていなかった。ユリアヌスは、ハンガリーに、 タタールの危機が迫っていることを知らせるために急いで戻ったという。モンゴル軍がボルガブルガールを離れてルーシ進行に着手すると基準したはずのボルガブルガールの武将らは反乱を起こした。例えば、バヤンと軸による反乱リベリオン・オブ・バヤン,アンドシュック。またキープチャクのオルベルリブの主張、バチュマンもボルガ流域で盛んに反乱を起こした。しかし、 ルーシ進行中のバトゥやモンケ、スブタイラがこれを制圧した。ボルガブルガールは、ジョチウルスの一部に編入され、ジョチウルス支配下で、いくつもの広告に分割された。これら小さな広告は、各々自治を享受し、ジョチウルスへの効能を行う属国となった。研究によれば、この征服活動で、ボルガブルガールの人口の8割が殺されたというものも、ある。 残った人口の多くは北へ移動した。ボルガブルガールの生き残った農民たちは、ステップ地帯を離れて移住させられ、多くの人々が、ウラル山脈から流れるボルガの東側の大きな、シ流ュカマ川沿い、及びその北方の土地に移住した。マリ人がしばらく前から住んでいたボルガ川と、火山下川合流点の火山周辺も、新しいブルガール文化の中心となり、後に、 火山タタールの人口の中心となった。これらの土地に、ブルガール人の広告が建てられ、自治を行うこととなった。こうして火山及びチャルがブルガール及びタタールの新たな政治と公益と主工業の中心になり、モンゴル統治下の東西公益や農産物の集散で栄えるようになった。職人の多かったブルガール人の中には、 ジョチウルスの首都サライに移住させられたものもあった。モンゴル襲来以前の都市のすべてが廃墟になったわけではなく、ブルガールやジュケタウなどの都市も再建され交易の中心となったものの、王子の人口や繁栄は取り戻せなかった。ブルガール人が住んでいたステップ地帯には、キプチャク人やモンゴル人などの遊牧民が変わって移り住み、農業は衰退した。 ボルガブルガールの人口の多くはムスリムであった。このため、ブルガールを征服したモンゴル人や移住してきたキプチャク人の多くが、その影響を受けてイスラム教に改宗した。一方で、ジョチウルスのムスリムが使う言葉は、キプチャク語になってゆき、キプチャク語は、ボルガブルガールのムスリムをはじめジョチウルスの支配地域の貴族やムスリムにも受け入れられた。キプチャク語と、 ブルガール語の根校によって、ジョチウルスの書き言葉であるコタタール語が生まれ、19世紀頃まで書き言葉として用いられてきた。ここから、現在のタタール語が生まれている。一方で、ヒースラム教徒のブルガール人は14世紀頃まで、ブルガール語を使い続け、ブルガール人が移り住んだ、神奈川流域の言語であったマリ語からも影響を受け、現在のチュバシ語となった。ただし、 モンゴル人の支配下においてもボルガブルガールの民族構成には変化がなかったとする研究もある。また一方でボルガブルガールにはキプチャク人やロシア人が移住させられ民族構成に変化があったという研究もある。ボルガブルガールのムスリム共同体は自身をムスリムと呼ばれることを好んだが同じムスリムのキプチャク人と区別するためにブルガール語を使い続け 19世紀になるまで、タタール人と自称しなかった。ロシアの文献も、古くは、ボルガブルガールという牧民のタタール人と、区別していたが、後に、トゥルク系ムスリム一般を指して、タタール人と呼ぶようになっている。14世紀半ば、ブルガール人貴族が統治する、ボルガブルガールのいくつかの広告は、ジョチウルスからの独立性を高め、独自効果を作るまでになった。 1420年代には、火山ウルスが、反独立状態になり、ジョチウルスから亡命した王族を迎えて、火山反国となった。1440年代には、ボルガブルガールの住む土地はすべて火山反国支配下となり、マリ人、シュバシ人の土地も併合した。バシキール人、ウドムルト人、モルドビン人など、経済的、政治的に、 ボルガブルガールの影響下にあった民族の領主らは火山半国の進化となった。ありがとうございます。